皆さんどうもこんにちは。この時期になるとカボチャプリンがたくさん売られて幸せ。カボチャ好きウプ主のミーです。どうも皆さんこんにちは。秋と言ったら焼き芋、ゆうとです。やっほー、秋と言ったらキノコ、毎度おなじみ霊夢ちゃんよ。同じく毎度おなじみマリサだぜ。なんだ、今回は秋の味覚に関係するゲームなのか。いや全く関係ありません。関係ねえのかよ。皆さん、日常生活でストレス溜まること多々ありませんか。そりゃあストレス溜まるよ。みんなストレス社会と戦っているわよね。そんなストレスを発散できちゃう、素晴らしいゲームを今回実況していこうと思います。ストレス発散できるゲームなんて、何かを壊すゲームくらいだろ。さあ果たして何を壊すのでしょうか。正解は車でした。うすうすそうじゃないかって思ってたぜ。ロブロックスにも車大破ゲームがあるんだね。うん、今まで一度も遊んだことがないからワクワクするよ。このゲームにはルールとかはないの？一応ルールはあるよ。ルールはとっても単純、とにかく車を壊しまくってお金とパーツを稼ぐ、以上。え、車を壊すことでお金がもらえるのか。うん、壊せば壊すほどお金がもらえるよ。なるほど、解体屋として車を破壊しまくれってことなのね。それではまず最初は車をカッチカチにしちゃいたいと思います。うわー、何この凄まじい霊気。車が凍ってるやばい、このままじゃ私も凍りついちゃう。車が凍ってバラバラになるって、一体何度なのよ。マイナス60度。そりゃこうなるわ。ああ、姉ちゃんが間に合わなくてバラバラに。まるで一体窒素をかけられたバラみたい。あんたどこから喋ってんのよ。ふっかーす。さあどんどん車を壊していきましょう。自分がバラバラになっても何もポイントはもらえないので、車から降りてガラス越しに見ていこうと思います。うわ、なんかノコギリの歯がたくさん並んでいるんだけど。まさかこの大量の歯で車を。ふっふっふっ、この歯を通過した頃車は一体どんな姿になっているのでしょうか。コンベアーで車がどんどん前に進んでいるわ。ああ、横から切断されてる。もうこの時点でバラバラだよ。最後は綺麗に部品に戻されて焼却炉に行ったわ。どうです？スカッとしませんか？いやいや、まだまだこんなもんじゃスカッとしないわ。うんうん、スカッとまではしないかな。お前らどんだけストレス溜まってんだよ。もうちょっとど派手に壊してほしいわ。了解しました。それではお次はこの壊し方で壊してみましょう。もしかしてレーザーか。おうおう、レーザー対車。さあどんな壊れ方をするのかしら。スパスパ切れてますよ。こんな簡単に車って切れるものなのね。レーザーの威力がすごすぎる。もっと切り足りないという方にはこちら。何をする気なんだ。まあまあすぐにわかります。なんかワクワクするわね。そろそろ頃合いかな。スイッチオン。包丁で車を切断した。第2弾。真っ二つ。すげえ、真っ二つすげえ。第3弾。世の中には車を真っ二つにしちゃう包丁があったのね。いやいや、そんな包丁が存在してるのはこのゲームだけだろ。まだまだ壊しますよ。お次は定番、針で突き刺し。これのどこが定番なんだろうか。落とし穴シリーズ第2弾。車視点だから迫力が半端じゃないね。これはシンプルだけどなかなか爽快だったわ。さて問題です。今度はどんな壊し方をするでしょう。粉々になる。壊し方を聞かれてんだよ。プレスされる。さあ果たして正解は。この筒、なんかプレス機っぽいな。霊夢、大正解。横プレスなんてあるんだ。こんな仕掛け、アスレチックにありそうね。見事に車が平べったくなっちゃったよ。ということで皆さん、いかがでしたか。散々ぶっ壊してスッキリしたわ。もっとお金を貯めたらすごい解体ができるみたいだったからぜひ貯めて解放したいね。最後のこれが一番しょぼいな。ぜひ皆さんも遊んでスカッとしてみてくださいね。こりゃ確かにスカッとするな。お次は車で巨大な階段を降りてみるわよ。何を言ってんだ。それじゃあ早速行ってみよう。さあ果たしてどうなるのか。フラーイ。じゃあ行けー。結果、車が階段から落ちるとこうなる。知ってた。お次の実験は、車で超急な坂を下ったらどうなるのかです。綺麗に着地するんじゃない。それはねえだろ。さあどんどん下っていきます。うわー、坂から外れちまったじゃねえか。こりゃあ車で紐なしバンジーをやったらどうなるかの実験に変更ね。ぶっ壊れるほかねえだろ。あ、このまま行くと水に入っちゃう。ひー、どんだけ高いんだよ。バンジー。結果、涼しくなる。そんな生優しいもんじゃねえ。そして後ろに下がる。それじゃあお次はもっと危険な道を走るわよ。これ以上危険な道なんてあるのかよ。もちろんあるわよ。じゃあ、道じゃねえ。あ、走る場所間違えちゃった。間違えたなんてもんじゃねえだろ。
こりゃあ車で紐なしバンジー、地面に落ちたらどうなるか。ね。さあこの車は一体どうなってしまうのか。結果、台車になった。って火が出てんじゃねえか。うわぁ、ソリみたいに滑ってる。こりゃ散々な結果だぜ。紐なしバンジーは危険ね。お次は車で急な坂を下って一回転したいと思います。なんで車で一回転しようと思ったんだろうか。いい感じいい感じ。そのままくるんと回りたい。そりゃあ。ひぃ、何がどうなってんだ。あ、一回転した。それじゃあどんどん行ってみよう。もうお腹いっぱいなんだぜ。別腹別腹。今度はギュッと進んでポーンと飛ぶよ。こんな爽快な滑り台はないわね。車で滑り台なんて聞いたことねえ。しかもトンネル付きだからワクワク感倍増だよ。ワクワク感なんて最初からねえ。やっくー。これはストレス発散だね。落ちるわよ。原型が残ってねえ。お次は崖から車を美しく落下させます。前方の車に当てても得点アップよ。なんだ得点アップって。それじゃあド派手にジャンプするよ。カージャンパーの実力見せてやるわ。いけ、カージャンパー。もう慣れたんだぜ。おお、これはなかなか綺麗な軌道よ。そのままそのまま。まだこの車の壊れ方は綺麗だな。あらマリサは買ってきたわねー。すげーブスになってるけど。それじゃあ最後に思いっきり落ちましょう。最初から最後まで思いっきり落ちてんだろうが。皆さんもストレスが溜まったら車ジャンプしましょう。そりゃあ、ジャーンプ。この景色最高だね。景色なんて見る余裕ねー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい、あんなに綺麗に壊せてすっきりしたぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。